ソ連の宇宙犬とは宇宙開発の実験のためソビエト連邦の宇宙船に乗って地球外へ行った犬たちのことである。1950年代から1960年代にかけてソ連は人間の宇宙飛行は可能かどうかを決定するために少なくとも57回犬を宇宙空間に送った。ただし一匹の犬が複数回宇宙へ行くケースもあるため実際に 宇宙旅行をした犬の数はこの数字よりも少ない。ほとんどの犬は生きて地球に戻り、死んでしまった数匹もほとんどは技術的なミスが原因だった。犬は長い間動けない環境に適応できるため、実験に適した動物だとされてきた。さらに、トレーニングとして15から20日間も小さな箱の中に閉じ込められた。さらに、 飼い犬よりも厳しいストレスに耐えられるという判断から、野良犬が気象及び糞尿の収集システムの関係で、メス犬が選ばれた。トレーニングの内容は、長時間経つ訓練、宇宙服を着る訓練、発射時などに、所定の場所にいる訓練、発射時の加速に耐えるために遠心機の中に入る訓練などである。食事としては、パン粉、肉粉、 牛脂などを素材とするゼリー状のタンパク質を摂取した。これは繊維質に富み消化の良いものだった。報告によると期間時には60%以上の犬が便秘や胆石に悩まされていたという、数匹の犬が1951年から1952年にかけて R-1 ロケットで高高度飛行を行った。 デジクとツガンは1951年7月22日に初めて大気圏外に出た犬である。両方とも高度 100km に達した後、無傷で帰還した。飛行後、ツガンはソ連の物理学者、アナトーリー・ブラゴンラボフのペットとなった。デジクは1951年9月にリサと2度目の飛行を行ったが、2匹とも死んでしまった。 リサとルイジクは1954年6月2日に、やはり上空 100km までの高高度飛行を行った。スメラヤは9月に飛行を行う予定であったが、発射直前に脱走してしまった。科学者たちは、スメラヤが狼に食べられることを恐れたが、翌日発見され、丸石化と共に宇宙へ行った。ボリクも1951年9月の発射前に、脱走をした。 近所を走っていた野良犬が捕まえられ、と名付けられ、宇宙へ行った。オドワジュナヤの飛行は1959年7月2日だった。別の犬すね人家及びウサギの丸風車と一緒だった。オドワジュナヤは1959年から1960年の間に、他に5度も、宇宙へ行った。アリビナとツガンカは高度 85km でカプセルから放り出されたものの、 無事に着地した。アリビナは、スプートニク2号への登場の一時選考を通ったが、その後二度と宇宙へ行くことはなかった。ダムカ、ジェムチュジュナヤという名前でも知られると、クラサフカ、ジュリカという名前でも知られるは1960年12月22日に、打ち上げ予定の宇宙船に乗ることになっていたが、この計画は中止された。以上の他に、ディムカ、モドニツァ、コズヤフカなどの犬が、 弾道飛行を行った。この他に少なくとも4匹が1951年9月に打ち上げられ、2匹以上が死んでいる。詳細は、来化を参照、来角度や不可受注カ、または、リモン地区という名前でも知られるは、1957年11月3日、スプートニク2号に乗って、地球で生まれた生物として、初めて軌道飛行を行ったが、再突入装置はなく、初めから、 帰り道のない旅だった。打ち上げ当時は一週間生存させた後薬物で安楽死させられる予定だったが酸素不足で死んだと発表されていた。しかし2002年10月に機密室の断熱機構のトラブルのためストレスと高温によって打ち上げ5時間から7時間後にライカは死んでいたと公表された。バルスという名前でも知られている鳥七カは 1960年7月28日にロケットに乗ったが、そのロケットは打ち上げ後28.5秒で爆発した。ベルカとストレルカは、1960年8月19日にスプートニック5号に乗って、宇宙で1日を過ごした後、無事地球に帰還し、地球軌道を周回して、無事帰還した初めての生物となった。彼らは一匹のウサギ、42匹のネズミ、2匹のラット、 はえ、たくさんの植物や菌類と共に出発し、このすべてが生きたまま帰還した。ベルカとストレルカのイラスト、2008年ストレルカは、プショクというオスイヌとの間に6匹の子供を設けた。プショクは、地上の基地での実験に、数多く参加したが、ついに宇宙に行くことはなかった。子犬の中の1匹は、プシンカと命名され、1961年に、 ニキータ・フルシチョフからジョン・カイ・ケネディの娘キャロライン・ケネディに送られた。贈呈の際、プシンカはソ連のスパイでないことを確認するために厳重な検査を受けた。冷戦の最中、プシンカとケネディ家の愛犬のチャーリーは4匹の子犬を設けた。そのうちの2匹はそれぞれバタフライとストリーカーと命名され、中西部の子供たちに送られた。他の2匹はホワイトチップス、 ブラッキーと命名され、ケネディ家で暮らしたが、後に友人の家にもらわれていった。プシンカの子孫は2007年時点でも生きており、そのうちの何匹かの写真は、モスクワ郊外のズベズダ博物館で見ることができた。プチョールカとムーシカは、スプートニク6号に乗って、植物や昆虫と共に1960年12月1日の1日間を地球の軌道上で過ごした。 誘導の失敗によって12月2日の再突入に失敗しすべての生き物が死んでしまった。ムーシュカはスプートニク2号のために訓練された3匹の犬のうちの1匹だった。チェルヌーシュカはスプートニク9号に乗って1961年3月9日に宇宙飛行士のダミー人形イバニー・イバノビッチ、ネズミ、モルモットと共に地球を一周した。イバンは再突入時に カプセルから飛び出しパラシュートで着陸した。チェルヌーシュカも無事に地球に帰還できた。ユーリー・ガガーリンによって名付けられたズブヨズダチカ、ユビ・ショジはダミー人形と共にスプートニク1号で1961年3月25日に地球を一周した。これは4月12日にガガーリンが歴史的な飛行を成功させる前の最後の飛行となった。 今回もダミーはパラシュートで、ズブヨズガチカはカプセルのままで、両方とも無事に帰還した。ベテロク指障子とウゴリョーク指障子。黒犬によくある名は、ボスホート計画のコスモス110号に乗り、1966年2月22日から3月16日までの22日間を、軌道上で過ごした。これは百七十三年六月にスカイラブで十六日を、 過ごしたピート・コンラットた二人に抜かれるまで生き物の宇宙滞在の最高記録であり、現在でも犬の宇宙滞在の最高記録となっている。米ソの宇宙開発競争を描いたテレビドラマ、宇宙冷戦と二人の天才では、生還のおぼつかない段階で宇宙に犬を送ることに、対して西側の動物保護団体からの厳しい批判にさらされたとしている。 そのような批判が政治的決定に影響を与えることはなかったが、R-7 ロケットによる打ち上げ実験の際にソ連の技術者が西側の動物保護団体の批判を気にしていた場面がある。K9 ネーション、ノーベンバーさん。 2002英風ファクツアバウトロシアンスペースドックスアーカイブド2006年1月8日 ATTHEWAYBACKMACHINE.VIATOGSINTHENEWS.com スペースドックスバイオニアーズオブスペーストラベルバイクリス・ダブス ISBN 0595267351ビジリーブエムグーチェブ S ライフインザトゥエンティファーストセンチュリーペンギンブックスロンドン o o k s l 1959ジョンカイケネディ・プレジデンシャル・ライブラリーミュージアム・アーカイブド2006年8月22日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、レファレンス・デスク、ペッツ、アクセスト・ジュライ・ハチ2 0 7ハット・アニマル・クラッカーズ・フロム・ユニバーシティ・オブ・ペンシルベイニア、スクール・オブ・ベターナリー・メディシン、 アクセストジュライ7-2007ハットバーク ATTheMoon.ASHORTHISTORYOFSOVIETCANINECOSMONUTSFROMABOUT.com スペース。アストロノミー。アクセストジュライ8-2007ハットプレジデンツで。TheFirstDocs Archived2007 年9月27日。 アットザウェイバックマシン、フロムザフェブラリー2007、イシュオブペットラバーズ v e r s t i p ンズアクセストジュライ7-2007ハットジョンカイ、ケネディプレジデンシャルライブラリーミュージアムアーカイブド2006年8月22日、アットザウェイバックマシン、レファレンスデスク、ペッツ、アクセストジュライ8-2007ハットドッグスインスペース、ジェームズ・エム・スキッパー、エスビジットツーザザ・ベスダ・ミュージアムフロム、 A Report of His Visit 2, Moscow from the Skipper Family Magazine, Access to July 7-2007ありがとうございます。